トールチューブ。はい、こんにちは、トールです。あ、大丈夫かな。今回はこちら、900mm トキナット SZ900mm の単焦点レンズになるんですけど、こうね、なんかグリグリしてあげると、あれは変わるんですよ。その、ピントが合う場所は変わるんですけど、近くにピント合わせたかって、広角になるわけではないみたいで、まあ、近くといっても、どうやろな、ここからですね、まあ、座ってる場所からこの今映ってるこの端のそのついたてぐらい、ついたてじゃない、中に入ってるものがあるじゃないですか、あれぐらいだと思うんですよ。やってみたらで合うには合うんだけど、めちゃくちゃこうズームでピントが合うんですよ。で料理動画に使えないかなと思って、要はドア遠くからドアップ撮りたいなと思ってやったんですけど、食べる方ではね、まあ、家のね角度もいろいろ邪魔になるものがあったりして、それもあるんですけど、ギリギリまで離しても食べる方がなんとか一皿映るかなっていうぐらいなんで、ちょっとなあれだなと思って、ちょっとね、あと一つね、手ぶれを結構ひどかったんで、固定しないと撮れないかなとも思ったんですけども、シャッタースピードがね調べてみたらもうめちゃめちゃ少なかったんで、5とかって8分の1とかってなってて、それを120分の1ぐらいにしたら、クランプはなるんですけど、一応なんていうのかな、シャッターを切る瞬間にはやっぱりグリグリに動くんですけど、それでも、ね、ある程度綺麗に映ってはくれるんで、それはいいんですけど、まあ、なかなか本当に結論としては、野鳥撮影に行くんだっていう、そのあれでないとなかなか難しいのかなと。まあ、近所にこういうとこもあるんで、まあ、いいんですけど、なかなか難しい。あとね、まあ、動きの合わせ方とか、さっき言ったシャッタースピードの問題もあるんだと思うんですけど、電車の中から撮ってみたら、動いてるものの中から撮るのめちゃめちゃ難しい。どこに焦点があるのかよくわからないかな。腕も使って結構、ね、軽いんですよ。だからこれ、この手のレンズもともと使ってるこういう手のレンズ 600mm ってめちゃめちゃでかくなっちゃって、500でも十分高いんですけど、それはそれで重たいんで無理だし、まあ、基本はもうそんな手で持って撮影するから、と思ってこのぐらいのくらいにしたんですけど、これさ、真ん中にこんなんずっと映るかと思ったんですが、これ外さなきゃいけないかな。あ、トキナね、トキナ、これトキナ書いてるわ。なんですけど、また料理動画には、まあ、使えないっちゃ使えないし、まあ、いろいろ試したんですけど、遠くから三脚でこう見下ろすように撮ったら撮れるかなと思ったんですけど、残念ながら障害物があって撮れないし、切ってるとこだったらなんとかいけるそうだったんですけど、やはりちょっとね厳しいなと、どっかはみ出しちゃうんだよなと思いました。なんだろう、ちっちゃいものとか遠くある程度距離離れてちっちゃいものとかできるかもしれないですね。こいつをグリ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 しないといけないんですけど、これはね、そのなかなかね、これははっきり教えてくれるのとか動画は少なかったんですけど、この数値は大きい方にね、やるほどに、ね、遠くのものにピントが合うみたいで、より遠くのものにピントが合うみたいで、でこっちにこうちっちゃい方にしてあげると、まあ、拙者に近い
まあ、それもね、買った理由ではあるんですよ。近くのもの、近くのものっていうか、スキチャモードみたいな感じで撮れる。うん、それは悪くはないんですけど、マクロっていうのかな。ですけど、やっぱりね、全体、こういう感じで映したい。例えば、ここの状態で僕はものを撮ってるとか、肉と料理の両方で撮って、こう、料理が食べられてるとか、映すってなると、やっぱりね、相当話せば映ると思ってたんですけど、映らない。料理の中の一皿ぐらいしか映んないんですよ。重いのか知らないけど、調整がなかなかできないんだな。まな板の、まな板をちょうど取りたいと思っても、行き過ぎてこう。これがまな、俺が手がまな板だとしたら、こう切れちゃったりとか、この下の方を見つけちゃったりとかね、するのでなかなか難しいんですよ。やっぱりこれは、なんだろうね、外に出るときにも、外に出るっていうか、休みの日にこう、外に、なんか取りに行くときに持って行って、やるとか、うちはね、実家はね、ここはね、幸いベランダかけてかなり遠くなってるんで、それで練習していたんですよ、さっきまで。で、持ち方は勉強でするんだとばかり思ってたんで、やばいな、これ、どうしようもないなと思ったんですよ。めちゃめちゃブレ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 、遠くの方が、これ100メートルぐらい先ですね。標識とかも撮ってみたりしたんですけど、もう、ぐちぐちになんか呪われてんのかみたいなブレブレ。なんだろうと思ったらいい、さっきの、一桁分のやつとかに、まあ、それも多分155ぐらいにしていけるとは思うんですけど、まあ、夜そうなると暗くなるんで、夜撮影になるから、ね、感じですかね。っていうところですね。はい、それではご視聴ありがとうございました。時な SZ9 の、紹介でした、チャンネル登録高評価いただきです。バイバーイ。あれのおかげで、国田大捜査さんの動画のおかげで、その動物の説は戻ったんですけど、